大谷翔平の代理人は気が気じゃないでしょう。こういうのは特派員の一人、大谷の代理人とはネズバレロシのことだ。彼が気が気じゃないとはどういうことか。本拠地球場にボラス氏の姿。バレロ氏は大谷が本拠地のエンゼルスタジアムで試合をするとき、必ずと言っていいほど試合をチェックしています。おそらく年間シートを購入しているし、それだけ大谷のことは手厚くケアしているのでしょう。ただ、本拠地のエンゼルス戦を頻繁に見に来る代理人は他にもいる。顧客に同僚のレンドン33を抱えるスコット・ボラス氏です。メジャーで選手が代理人を乗り換えるのは日常茶飯事。何しろ球団から高額な条件を引き出すことにかけて、ボラス氏の右に出る代理人はいませんからね、どう。球団から高額の条件を引き出した最たる例がレンドンだろう。2019年にナショナルズの三塁手として打率点319、34本塁打、126打点で打点王を獲得。ポストシーズンは5本塁打、15打点でチームのワールドシリーズ制覇に貢献して FA に。怪我による休みが多く、今や不良再建化しているものの、7年総額約348億円の大型契約でエンゼルス入りしたのは、ボラス氏の手腕が大きかった。早くも MVP 確実。古くはバーニー・ウィリアムズ、アレックス・ロドリゲス、グレッグ・マダックス、バリー・ボンズ、現在もコール、32イコールヤンキース、シャーザー、38イコールメッツ、ハーパー、30イコールフィリーズ。中区球団のエースや主砲はもちろん、吉田正尚、29イコールレッドソックス、菊池雄星、32イコールブルージェイズ、日本人選手を顧客に持っている。日本時間19日現在、大谷の24本塁打、58打点ともメジャートップ。ア・リーグに限れば、本塁打は2位のジャッジ、31イコールヤンキースに5本差しをつけて独走状態だ。なおかつ投手として105奪三振はリーグ2位。投打ともトップクラスの成績で、早くも一昨年以来2度目の MVP 獲得が有力視されている。FA を取得する今オフの新たな契約がメジャー史上最高額になるのは間違いない。米メディアの間ではすでに総額800億円を超す金額も予想されている。義理人情で動かない。だからボラス氏なのですよ、と前出の特派員がこう続ける。大谷はビジネスライクな人間です。今年1月には高校時代から献身的なサポートを受けてきたアシックスを切って、ニューバランスと50億円超と言われる長期にわたる用具契約を結んだ。プロが金にシビアになるのは当然としても、契約延長交渉の土壇場でニューバランスに乗り換えられたアシックスに同情する声があるのは事実です。そこへ行くとボラス氏もビジネスライクというか、選手の正当な評価を得るためなら手段を選ばないという声もありますけど、だからこそ選手にとっては心強い存在なのです。バレロ氏は WBC でもわざわざ大谷について来日したくらい。選手のケアも含めてメジャーでは有数の敏腕代理人だけれども、大谷はアシックスをバッサリやったように義理や人情で動くタイプではない。打つ方も投げる方もメジャーのトップクラスの数字を残している今回は、自分の価値を最大限に評価してもらう最初で最後のチャンスかもしれない。だとすれば代理人を乗り換える可能性も出てきます。もっとも今後、大谷が代理人を乗り換えたところで、それによってパフォーマンスに影響が出るほど彼の神経はやわじゃない、とは、普段の特派員だが、6月爆発の大谷翔平、ボンシマドンが称える身体能力じゃない要素、彼の原動力になっているんだ。MLB 専門局の番組内で発言。6月に入り、その勢いはとどまることを知らない米大リーグエンゼルスの大谷翔平投手。特に打撃は好調で、最近1週間では打率点435、6本塁打の大暴れを見せている。エンゼルスの前監督ジョー・マドン氏は MLB 専門局の番組内で、大谷が最高の選手になろうとしている姿勢を評価、彼は自分が求めていることを分かっている。彼が何をしようと私は驚かない、と語っている。本塁打を量産し、相手に脅威を与え続けている大谷。自身の成績の上昇はチームへの貢献にもつながり、18日、日本時間19日のロイヤルズ戦までの13連戦に9勝4敗とエンゼルスは勝ち越している。
米 MLB 専門局 MLB ネットワークの番組 MLB Now のツイッターは、翔平大谷は過去19試合で12本塁打を打ち、22試合連続で出塁していると綴り、番組の動画を公開。出演したマドン氏は、ここまでの大谷の打撃について聞かれると、まず第一に、彼は今年フリーエージェントになる年だ。そうだろ、この男はとても利口で、あらゆることを分析する。野球のことなら彼は何だってできると私は本当に思っている。今もこれまでも、彼は最も才能にあふれた野球選手だ、と称賛した。さらに、彼には誰をも上回るマインドがある。負けず嫌いで、目標を達成したい、素晴らしくなりたい、最高になりたいという願望を持っている。それが彼の原動力になっているんだ、と向上心の高さに言及。彼は信じられない身体能力に加えて、天性の精神力を持っている。誰も彼を突き動かす必要はない。彼は自分が求めていることを分かっているし、それをどうすれば達成できるかも分かっている。自分の仕事に打ち込んでいるんだ。彼が何をしようと私は驚かないよ、と周囲の声などに惑わされず、冷静に自分を分析できる力があると指摘した。